どうもショータイムゴルフです。今日はですね、フジクラスピーダーチャレンジということで、この4人で勝負をしてですね、1番になった人は12月にカレドニアンゴルフクラブで開催されるフジクラスピーダーチャレンジの決勝大会に出れるということで、優勝賞金がなんと200万円、男女混合ですね。アマチュアの方も参加できます。水着かもね。確かに。ごめん、私が
な。でもうあそこね。できたら下から。もうそれかあの木の隙間の海だな。狙うと思ってあの木に当たんないかなって思ってたんだけど。
ちょっと追いつけないよ。ちょっとやば。左からアゲンスト目だよね。Thank you.
ショック。危なかった。もうハーフ？いや、マッチングあったらいいんじゃないですか。ピンのピンだったら、翔さんの翔さんの勝ち。俺の勝ちや。翔さんの勝ちになる。これでいいんですか。これでいいです。本当ですか。はい、やったー。ありがとうございました。ありがとうございました。これ途中からギャラリーだ。はい、ケイチプロが最後バーディーだった。バーディーじゃなければ。バーディーじゃなければ。危ねー。まあ、18番来た時もね、18番来た。ラスト 9番でね、4打差か、3打差。よっしゃ。いや、でも久しぶりに、なんかいいゴルフしたな。よかった。楽しかったね。じゃあ、優勝した翔太くんに、12月に行われる、富士川スピーダーチャレンジ決勝大会のですね、出場権を授与いたします。ありがとうございます。富士川スピーダーチャレンジはですね、優勝賞金プロムは1日で200万円出ますんで、ぜひ200万円を目指して頑張ってください。はい、はい、優勝して来年の活動資金に当てたいと思います。はい、ありがとうございます。でなおアマチュアの方も、参加できますんで、ぜひ、スピーダーチャレンジにご参加ください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。おめでとう。ありがとう。今日のラウンドを振り返って、今日ですね、最後の最後で、ショットさんにね、追いつけそうだったんですけど、追いついたんだけど、ね、あ、追いついた、追いついたんですけど、まあちょっとマッチングスコアということで、前半ショットさんが良かったんで、ね、負けちゃいましたけど、でも久しぶりにこう競ってね、いいゴルフができてめちゃくちゃ楽しかったです。俺も楽しかった。本当にこういう普通の試合ではないですけど、緊張感を、与えてもらったというか、そういう機会を作ってもらえて本当にありがとうございます。ナイスプレーでした。ありがとうございます。はい、じゃああやちゃん、私いる？いるでしょ。今日のプレー、ホールインワンの感想は、今日のプレーを振り返って。近いな。はいよ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、はい、今日のラウンド振り返ってどうでした？まあ
あのだいぶアップンダウンがあったゴルフでした、うん、いろいろありましたね。ホールインワンもしたし、ダボも打ったし、あのバンカーから出なかったし、まあ、でも、楽しく回れたのでとても良かったです。また、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい。今日のラウンド振り返って、今日ですか、まあ一人蚊帳の外な感じでしたけど、うん、まあ怪我明けで首痛く、まあその中ではまあまあだったかなと、うん、これから夏に向けて、夏に向けてまあ日々よくはなってきてるんで、ただショータイムゴルフ出るとね、ミスター80って言われるからかね、80回 打っちゃうんだよね。なんですかね、ま、ショートさん、そろそろちょっとあれ変えてくださいよ、あだ名なんか。その辺もちょっと日々成長しながら頑張っていきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、今日のラウンドを振り返っていただけたらと思います。いや今日はなんか最初ね、ダボスタートだったんですよ、4番ぐらい。でもまあよく4アンダーまで持っていったなっていう感じですね。結局バーディーはいくつ取られたんですか？7個です。7個取って、最終ホールトリプル。いやもうめっちゃ、その時はどういうメンタル状況なの？もうめっちゃ緊張した。OB 打たないように、打たないようにかぶったら OB 打っちゃったみたいな感じでした。左捕まった感じでした。それはやっぱ竹内プロがあの追い上げてることがちょっとプレッシャーになった。いや追い上げるよりもどうにかしてパーで上がると思ったら体が止まっちゃいました。はい。じゃあ今後はその辺あれですかね、修正ポイントとして。そうですね。もう負けるわけがないと思って次から行ってきたい。肩の状態はどうなんですか？肩ね、今日痛かったっす。痛かった割には飛んでましたけど、うん、なんとか18ホール耐えれました。あ、本当ですか、はい、じゃあ今後の活躍にも期待してます、はい、もう復活ということで、はい、もうようやくアンダーも出たんで、これから楽しみにしていてください、はい、ありがとうございました。ヒゲ剃った方がいいと思いますよ。剃りませんこの動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。